はいどうも、皆さんこんにちは、あきとです。線形代数の第43回目で、今回ベクトル空間ということで見ていきたいと思います。今回から新しい内容になりますので、新しい章、第5章ベクトル空間ということで話をしていきたいと思うんですが、これまでの話っていうのは、主に行列の計算に関する話っていうのをしてきました。まずは行列というものに慣れましょうということで、行列の演算、行列式の計算、そして行列の固有値固有ベクトルを求めて、それを使って対角化したり、そういった行列の計算に関する話っていうのをこれまでは主にしてきたわけなんですが、そういった計算がどういった意味を持っているのかということに関してここから先話をしていきたいと思います。実は行列っていうものは線形空間というような呼ばれるそういった空間の間の線形写像というものを表しているんですが、そういった議論をすることによって、例えば行列の固有値固有ベクトル対角化というものが何を表しているのかということを理解できるようになります。なのでここから先はそういった話をしていきたいと思うんですが、まずはそれを考えているような世界として線形空間、ベクトル空間と呼ばれるものがありますので、まずはそこから話をしていきたいと思います。で、このベクトル空間と呼ばれるものっていうのは、一般にはかなり抽象的な形で定義されるものではあるんですが、ただ初めて習う人にとってそういった形で抽象的に定義を与えて抽象的な議論をしていくっていうのは結構ハードルがあるんじゃないのかなというふうに思います。特にこの線形空間や線形写像というものは線形代数という中でも抽象度が高いので、そこでつまずくっていう人も結構多いんですが、いきなりそういった抽象的な話をしていくっていうのは結構ハードルがあると思いますので、まずは比較的扱い慣れているところから話を始めていきたいと思います。具体的にはこのベクトル空間の中でも数ベクトル空間というふうに呼ばれるもので、要するにいわゆる普通に数を並べたものというふうな意味でのベクトル、数ベクトルの空間、これに関して第5章で扱っていきたいと思います。まずは数ベクトル空間という比較的慣れているはずのところから始めていって、その後に抽象的な形の一般のベクトル空間というものに関して話をしていきたいと思います。ここではどういった話をしていくのかということなんですが、これまでは計算の話をしてきたのに対して、ここでは図形的な、幾何的な話も含めて扱っていきたいと思います。例えば高校数学の図形的なベクトルというところで扱った内容として、例えば平面のベクトルっていうのは、2つの基準となるようなベクトルを決めてあげて、例えば A ベクトルと B ベクトル。で、これを一次独立な形で用意してあげる。つまりこの2つっていうのは0ベクトルでなく、なおかつ平行でないような、そんな2つっていうのを用意してあげると、じゃあこの平面内のどんなベクトルっていうものも、この A と B という2つで表すことができますよと。A っていうのを何とか倍して、B っていうのを何とか倍して、こんな感じで平行四辺形を作ることによって、S 倍の A ベクトル足す T 倍の B ベクトルみたいな感じで書くことができるよと。こういった話っていうのを高校数学で扱っていると思います。平面ベクトルだとこんな感じで2つで表されていて、例えば空間ベクトルの場合だと、じゃあ A ベクトル、B ベクトルと、あともう1個用意してあげて、さらに C ベクトルみたいな3つの一次独立なものっていうのを用意してあげるよと。この3つのベクトルっていうのはどれも0ベクトルではなく、なおかつ同一平面内にないような、そんな3つのベクトルっていうのを用意してあげると、じゃあ空間内の任意のベクトルっていうものは、じゃあこの3つを使って表すことができるよと。こんな感じで平行6面体と呼ばれるものっていうのを用意してあげると、じゃあ A の方に何倍か行って、B の方に何倍か行って、C の方に何倍か行ってあげて、そういう風な形でこの3つを使って表すことができる。空間内の任意のベクトルっていうのは S 倍の A ベクトル足す T 倍の B ベクトル足す U 倍の C ベクトル。こういう風に表されるよっていうのを高校数学で扱っていると思います。この第5章数ベクトル空間ではどういうことを話すのかというと、まずは高校数学で扱っているようなこういった平面とか空間の場合っていうものを一般化して、n 次元の場合において同様のことっていうのを考えましょうねと。こういうふうな平面とか空間とか、そういったものをベクトル空間というふうに言って、まず世界っていうのを用意してあげて、それを一般に n 次元の場合で考えていきます。2次元とか3次元の場合っていうのはこういうふうに図を書くことによって、例えば一次独立であるとか、そういったことを考えることができているわけなんですが、じゃあ一般に n 次元において一次独立っていうのをどういうふうに定義するのかということだったり、この平面の場合では2本、空間の場合では3本、一般に n 次元の場合ではこれを n 本というふうにして基準となるものっていうのを決めてあげるんですが、そういうもののことを規定というふうに言ったりします。なのでとりあえずこういうような考えている空間だったり、ベクトルの一次独立や規定とか、そういった話っていうのをまずはしていきたいと思います。では内容の方に入っていきたいと思いますが、まずはこのベクトル空間っていうものを定義してあげたいと思います。ここではとりあえず数ベクトル空間と呼ばれるものっていうのを考えてあげるんですが、その定義として、まずはこれはベクトル空間ではないんですが、R というふうに書いて縦棒を引っ張ったものっていうのを、これを実数全体の集合というふうに定義をしてあげたいと思います。何か K というようなもので、K は実数となるような、そんな条件を満たすようなもの、すなわち実数全体の集合っていうのを R というふうに書くことにしたいと思います。この線形代数シリーズの数ベクトルのこの並んでいる成分だったりっていうのは実数とか複素数っていうのを考えるよという話だったんですが、とりあえずここでは扱い慣れている実数の世界で基本的には考えていきたいと思います。もちろん実数じゃなきゃいけないという話ではなく、複素数というふうにしてあげても全く同様の議論っていうのはここから先も含めてしていくことができるんですが、まずは扱い慣れている状況として実数っていうのを考えたいと思います。そしてこの R に対し右肩に N 乗みたいな感じで Rn というふうに表したときに、これを N 次元実ベクトル全体の集合というふうにしたいと思います。すなわち A1、A2、An ということで、この並んでいる成分っていうのは全部実数ですよと。A1、An っていうものは実数というふうにして、要するに実数を N 個並べてあげたような、これまで扱ってきたベクトルたちの集合っていうのを、この R の右肩に N というふうに書いて、これのことを N 次元のベクトル空間というふうに言います。正確には数ベクトルっていうのを考えているので、N 次元の数ベクトルの空間なんですが、この N 次元ベクトル全体のことをこういうふうに読んであげます。これのことを N 次元ベクトル空間というふうに言いましょうねと。とりあえずこれがベクトル空間の定義になります。なので何か新しいものが登場したわけではなく、とりあえず記号として実数っていうのを R というふうに書き、そのベクトル全体の集合っていうのを Rn と書きましょうねというふうな話です。一応例を挙げておきたいと思うんですが、例えばじゃあ N が1の瞬間っていうもの、R1 っていうものはどうなるのかというと、これっていうものは、例えば数直線を書いてあげたときに、0に対し座標 A1 というところがあるんですが、ベクトルとしては0から A1 に向かって引っ張ってあげた、この A1 というのが入っているような、そんなベクトルたちの集合っていうのは R1 というふうに書きましょうということなんですが、このようなベクトル全部を集めていきましょうねということなんですけど、例えばこの終点とこのベクトルっていうのは同じものだというふうに思うと、結局これは数直線全体を表していて、つまり実数全体の集合を考えるのと同じことになります。とりあえず N が1の時っていうのは、こんな直線を表すよと。1次元っていうのはこんな感じの直線を表していて、じゃあ N が2の状況、R2 っていうものは、今度は座標平面っていうのを考えてあげて、じゃあ X 座標っていうのが A1、Y 座標っていうのが A2 みたいな時に、この A1、A2 っていうベクトルっていうのがありますよと。で、これも同じく、こんなものを全部集めてきたものが R2 なんですが、この終点の表すこの点全体だというふうに思うと、結局これっていうものは平面っていうのを表しているわけです。なので2次元のこのベクトル空間っていうのは平面を表しているよと。同じように N=3 の瞬間。3次元の場合だと、今度は空間で X 軸、Y 軸、Z 軸に対し、A1、A2、A3 っていうのを成分とするような、じゃあそんなものっていうのを考えてあげて、ベクトル A1、A2、A3 たちっていうのを考えていくよと。例えばこの図で言うと、この原点からここの点に向かって引っ張ってあげたこんな矢印。これが A1、A2、A3 というふうになるんですが、こんなもの全体を R3 というふうに書きましょうねと。これもこのベクトルっていうのと終点を同じものだというふうに思ってあげると、結局この点全体っていうのはこの空間内の点全体を表しているので、この R3 っていうのは普通の意味での空間っていうのを表しているわけです。で、こういうような感じで図形的に描くことができるのは3次元までなんですが、4次元以上においても議論できるようにするために、単にこんな感じで数字を並べたものたちっていうのの集合を考えるよということで、こういったものたちをベクトル空間というふうに言いましょうねと。なので普通の用語だと3次元のことを空間というふうに言いますが、この2次元ベクトル空間っていうのは平面を表していて、1次元ベクトル空間とは空間というふうに言っているんですが、一応これは直線を表しているよと。こういうようなベクトル空間について考えていきたいと思います。今度はこんなベクトル空間に対して部分空間と呼ばれるようなそういったものの定義を見ていきたいと思います。この N 次元ベクトル空間 Rn に対し部分空間というふうに呼ばれるようなものなんですが、それはどういうふうに定義するのかというと、とりあえず V というふうに書きますが、それっていうのをこの Rn の部分集合というふうにしましょうねと。で、これっていうものがいくつか条件を満たしているときに部分空間というふうに呼びましょうということなんですが、全部で3つの条件っていうのがあります。で、まず1つ目っていうのが、まずこの V の中に0ベクトルっていうものが入っているよというのが1つ目の条件。2つ目が、もし V の中に A と B というような2つのベクトルが入っているんだとすると、A たす B っていうのも入っているよっていうのが2つ目の条件。で、3つ目の条件が、A というベクトルっていうのは V に入っていて、なおかつ K という実数。これを考えたときに、このベクトル A っていうのを K 倍してあげた KA というベクトルっていうのも V に入っているよと。この3つを満たすとき、このときにこの V を Rn の部分空間というふうに言いますよと。今定義したこんなベクトル空間に対し、その部分空間っていうのを定義してあげました。いきなり抽象的な定義をしているので、何を言っているのかあまりピンとこないかもしれないんですが、基本的にこの空間っていうものは直線とか平面とかこういうような3次元の空間だということで、この N 次元の中の一部分として、例えば直線っていうのを考えてあげるよと。この N 次元空間の中の平面っていうのを考えるよっていうような、そんなイメージを持ってくれるといいのかなというふうに思います。こういうふうに抽象的な形で定義をしましたが、後々こういうような抽象的な議論っていうのはよく出てくるので、そういう際の準備のためにも、一旦この RN というような比較的具体的なところの中で、こういった抽象的な議論も少しはしていって、多少は慣れていくっていうのは大事なのかなというふうに思います。とりあえずこんなよくわからない定義をしたわけなんですが、いくつか例を見ていくと、そんなに難しくはないっていうのがわかるんじゃないかというふうに思います。例えばこの部分空間としてどういったものがあるのかということなんですが、じゃあ例の括弧1番として、例えば、じゃあ V として、集合としては、K 倍の21というような、この平面ベクトルの集合たちっていうのを考えてみたいと思います。K っていうのを実数というふうにして、この21というものを K 倍したものたち。例えば、図を書いてあげると、平面上で21っていうのがあるんですが、それを何倍かしたようなものたちですよと。実数全体っていうのを動かしてあげるので、もちろん0ベクトルっていうのはそうだし、この、K を1という風にしてあげた21っていうのもそうだし、それは2分の1倍したものとか、2倍伸ばしたものとか、そういうものたちっていうのを全部集めていきましょうねということですので、つまりこの原点と21を通るようなこんな直線全体っていうのを表しているのがこんな V という風になります。例えばこんな V っていうものは、この2次元のベクトル空間、R2 の部分空間という風になりますよと。例えばこれが部分空間の例になります。ざっくり言うと、こんな平面内の中にあるようなこんな直線のことを部分空間という風に言いましょうねということなんですが、一応条件としては、この3つを満たしているっていうのが部分空間の条件ですので、ちゃんとこの3つを満たしているってことを確認したいと思います。じゃあまず条件 A に関してなんですが、今回 N が2ですので、0ベクトルっていうのは00ですよと。これっていうのは0倍の21と。要するに21というベクトルっていうのを0倍してあげたこんなベクトルなんですが、これっていうものは K イコール0とした時のこんなものですので、V に含まれているよと。なので条件 A っていうのは満たしております。続いて条件 B で2つ入っているものがあったら足したものも入っているかどうかということなんですが、じゃあ何か1つ目 A として K 倍の21というふうに書けているものと、じゃあ B として L 倍の21というふうに書けているようなこんなものっていうのを考えたいと思います。何か A とか B とかっていうのを取ってくると、その2つっていうのは K、L みたいな感じで書けているんですが、これ足すと K 足す L。この2つ21ということで同じなので、K 足す L の結局21ですよというふうになり、結局21を実数倍したものなので、これっていうのは V に含まれているわけです。3番目として、じゃあ V に含まれているようなものとして、じゃあ L 倍の21っていうのを用意してあげるよと。A として L 倍の21っていうのを考えてあげて、それに対し実数 K っていうのを取っていきましょうと。このベクトルっていうのを K 倍するよと。じゃあこれっていうものがちゃんとこの V の中に入っていますかということなんだけど、これは KL の21というふうにすることができていて、結局21を実数倍しているので V に入っているよと。この条件 ABC3 つ全て満たしているので、じゃあ部分空間というふうに呼ぶことができるわけです。0っていうのが入っていて、何か2つ入っているんだったらその足したものも入っているよと。何か1つ入っているんだったらそれを実数倍したものっていうのを全部含まれているよと。特に今回のこの例で言うと、条件 C を満たしているってことを考えてあげると、何か1個通る点っていうのがあるんだとすると、それを実数倍したものたち全部含まれているよっていうような条件になっているので、原点とそこを通るような直線たちっていうのは全部含まれている。そんな条件を表しているのがこの括弧 C だというふうにわかります。例えばこんな感じで平面内にあるような直線 V っていうものが部分空間というふうになっているわけです。じゃあ部分空間じゃないような例っていうのを挙げたいと思うんですが、直線が全部部分空間かというふうに言われるとそうではなくて、例えばじゃあ V として、じゃあ K1 というようなこんな集合っていうのを考えてみたいと思います。K っていうのを実数というふうにして、K1 というようなものなんですが、例えばこれを考えてあげると、y 座標は常に1で、x 座標っていうのが全部 k ですよというふうに言っているので、v っていうのはこんな感じで、直線 y イコール1みたいなものを表しているよと。ただこれっていうのは直線を表しているんですが、部分空間ではありません。これは R2 の部分空間ではないような、そういった例を表しております。これは R2 の部分空間でないよと。で、なぜかというと、部分空間というふうに呼べるものっていうのは、直線全部ではなく、こんな感じの条件 ABC を満たしているようなものたちで、今回でいう例えば条件 A、じゃあ00っていうものがこの V の中に入っていますかということなんだけれども、この00って V の中に入っていないわけです。なので、この条件 A すら満たしていないから、これは部分空間というふうには呼べませんよと。つまり、原点っていうのを支点にしてあげて、そこから引いたような直線たちとかっていうのは部分空間というふうになるんだけれども、そうじゃないようなものたちっていうのは部分空間というふうにはなりません。他の例っていうのも考えてみたいと思うんですが、じゃあ例えば R3、3次元ベクトル空間内の部分空間っていうのはどういったものがあるのかっていうことに関して見ていきたいと思うんですが、例えばじゃあ V として、今度はじゃあ XY0 みたいなこういったものを考えてみましょう。XY を実数としてこんなようなものたちの集合。これっていうものは R3 の部分空間というふうになります。こんな感じの集合 V っていうものは3次元ベクトル空間の部分空間というふうになっているよということなんですが、じゃあこれは何を言っているのかというと、一応図を書いてあげると XYZ に対し Z 成分っていうのが全部0ですよと。で、X 座標 Y 座標っていうのは自由ですので、すなわちこれっていうのは XY 平面を表しているのがこの V というふうになります。さっきは直線を考えたんですが、直線だけではなく、こんな感じの平面っていうのも部分空間というふうになるんですが、一応これに関しても条件 ABC を満たしているよっていうことをチェックしてみたいと思います。まず条件 A ですが、じゃあ今度は000っていうものは、これっていうのは V の中に入っているよと。XY っていうのは実数として0というふうに取ってきたものも含まれているので、条件 A は満たしているよと。じゃあ条件 B として、XY0。これを A というふうにして、もう一個取ってきたときに、X'Y'0 というふうにかけているんですが、これは X+X'。y+y'0 というふうになっていて、これっていうのは実数0というふうになっているので v の中に入っているよと。何か2つ取ってきてあげて、その足し算したものっていうのも入っているよということが分かり、じゃあ xy0 適当に取ってきた a というものと、あとは適当に取ってきた実数 k というものに対し kxky0 っていうものも結局実数0なので v の中に入っているよと。条件 a から条件 c まで全部満たしているので、この V っていうのは部分空間というふうに呼べるわけです。これに関しても先ほどと同様で、平面全部が部分空間になるというわけではなく、原点を支点とするようなそのベクトル全体たちっていうのを考えているので、原点を通るような平面っていうのは部分空間というふうになります。例えばこの条件 B っていうものは、足したものも入っているよということなんですが、こういうような平面を考えてあげると、なんか A とか B とかいうものがあって、この2つの和も含まれているよと。さらに条件 C っていうのは何とか倍したものっていうのは全部含まれているので、じゃあなんか KA とか LB とかしたその2つっていうのも含まれていて、で、入っていったらその和も含まれているので、KA たす LB みたいなものっても全部含まれているわけです。すなわち何か別の方向を向いているようなこんな2つのベクトルがあった時には、その2つの張るような平面全体っていうのは含まれているよ。そんな条件を表しているのがこの条件 C とか B とかというふうになっていて、そんな条件としてこの A から C までの3つっていうのを考えているわけです。これっていうのは3次元内の2次元の部分空間の例っていうのを与えているんですが、例えば図に書けないような4次元っていうのをベースで考えてあげて、その中に一次独立な3つのベクトルっていうのがあったら、その3つが張るような3次元の空間っていうのは全部含まれている。そういうことが分かったりするんですが、そういうような図に書けないものっていうのもしっかり定義するために、ちゃんとこの条件を満たすものというふうにして、ちゃんとした定義を与えているわけです。いずれにしろこんな感じで何かベクトル空間を考えた時の、その一部の世界においてベクトル空間というふうに見なせるような、そんなもの、部分空間っていうのを考えています。他の例としては、これ部分空間というふうに言って、今3次元の中の2次元とかっていうのを見たわけなんですが、一般のこの N 次元ベクトル空間に対し、例えば0ベクトルしかないような、そういったもの、だったり、もしくは全部集めてきたもの、これっていうのを Rn の部分集合というふうに考えてあげて、これっていうものは部分空間になるよということも分かります。部分空間の例として0しかないようなものとか全部っていうのも部分というふうには言っておりますが、部分空間というふうになっている、すなわちこの条件3つちゃんと満たしております。この0しかないよっていうことは要するに原点だけなんですが、こういうのは0次元のベクトル空間というふうになっていて、この全体というのは部分というふうに言ってはおりますが、もともとこの世界の中でこういうのは足し算とか何か実数倍っていうのはちゃんと定義されていたので、部分空間の条件は満たしているよと。他にはこういった例っていうものがあります。はい、ということで今回は第43回目でベクトル空間と、あとはその部分空間というものに関して話をしました。基本的には直線とか平面とかこういうような空間っていうのを考えているわけなんですが、それは一般に N 次元というふうにして考えていってるわけなんですが、こういった次元っていうのは一体どういうものなのかっていう話はまだしておりませんが、この先はこういった次元とか、あとは最初に話した通り一次独立とかそういった話っていうのをここから先していこうと思います。とりあえず今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。